今回はですね、今弊社で最もお問い合わせの多いドバイについてですね、不動産ビザのアップデートがございますのでお伝えしてまいります。岡崎さん、ドバイのお問い合わせでかなりお客様増えてますよね。そうですね、最近で一番人気あるって言っていいかもしれないですね。ですけども、実は不動産ビザもですね、この度そのルール改正がありまして、一だと投資しやすくなると、そういう変化があったんで、それを今日はご紹介したいと思います。それでは不動産ビザの条件の変更点についてですね、話しますね。これ約3000万ちょっとですね、不動産だったのが改正されました。ポストマレーシアを狙ってる感じがちょっと感じるかね。でですね、今までですね、新しいリタイアメントビザって55歳以上の100万ディルハム、従来の3000万以上のですね、お金を払うことによって5年間の居住ビザの取得ができると。不動産ビザのことをですね、ちょっと駆け足でお話しましたけれども、よろしかったでしょうか。